それではまず会社名お名前からお願いします。はい、株式会社アートファイヤーと言います。猪狩と申します。はい、猪狩さんよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。ではこちらでお取り扱いしている商品ご説明をお願いします。はい、はい、アートファイヤーっていう商品なんですけれども、はい、こちらはもう袋のまま、はい、焚き火もう燃えてるところにもうこのまま入れていただければ、はい、なんと虹色に炎が変わるという、はい、令和を代表するおしゃれアイテムございます。今までこういったものってあったものなんですか？おそらく日本だとうちが初めてだと思うんですけれども、海外で似たような商品とかあるんですけど、その安全面のその日本の規格とかをちゃんとその書類とか審査通過してるのは今のところ おそらくなんで絶対ではないですけど、うちだけだと思います。なるほど。特徴的なところはどこかありますか？特徴はまず、まあ、色が7色に変わるっていうのは大前提なんです、うんうん、なんですけれども、うん、いかついパッケージの、はい、なんですけど、実はめちゃくちゃ地球に優しい。なるほど。あと有害物質とかも一切出ないっていうような素材で作ってます。なるほど。そこがアピールポイントです。はいはいはい。どんな方に使っていただきたいですか？いやー、もうみんなに使っていただきたいんですけど、やっぱりお子様と一緒にキャンプとか行って、はい、子供の目の前でお子様の目の前でやっていただいて、目がキラキラ輝いた瞬間とかをもう日本で広がっていったらめちゃ嬉しい。なるほど。じゃあ一言なんか見てる方にあれば、アピールあれば。アートファイヤーと申します。今年2年目なんで、もっともっと日本を虹色の炎に包んでいきたいと思いますので、ぜひよろしくお願いします。ご紹介ありがとうございます。